はい、それではチェアーズスタイル TV を始めていきたいと思います。チェアーズスタイル TV では女性 の、まあ、あの人生の中のいろんな課題を解決したり社会の課題を解決して、まあ、社会をもっと明るくしていこうっていうテーマでですね、いろんな専門家の方に出演していただいたり、実際に自分でその女性の感性を生かした仕事を、で、まあ、活躍されている方をゲストにお迎えしてお話を聞いています。今日は、実はですね、あの東京の西新宿でですね、美容サロンを経営されている中原美智子さんをゲストにお迎えしまして、これからお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずですね、まあ、中原さんと私の出会いなんですけども、あの、まあ、共通の福岡のですね、知人を介して、東京ですごく熱い女性がいるよと、でなんか上田さん会うんじゃないって言われて、それで、ね、一緒に会わせていただいたのが何年前ですかね。おととし2018年かな、2018年ですかね。なんじゃもう2018、2年ぐらいですか。そっかそっか、じゃあもう2年前ぐらいに、ね、早いもんですけどね。で、あのそれからの、まあ、お付き合いという形で、中原さんも、まあ、美容の仕事されてるということで、いろんなこうセミナーに参加してもらったりですね、そういうので、ね、勉強、向上心とか工学心もすごくあるので一緒に勉強しているようなところがあるんですけども、まあ、実際に、お話をですね、ちょっと伺っていきたいんですが、今あの中原さんがされている、まあ、いろいろされていると思うんですね。今からちょっと聞いていきますけど、まず、はい、この美容サロンをされていると思うんですが、美容サロンの、まあ、内容、サービス内容みたいなのを教えていただいていいですか。はい、ですね、ちょっとこれがまた少し特殊というか、あのエステでもなくなんですけど、もともとですね、肌質改善、アトピーとかニキビの方たちがご紹介制でいらっしゃることを、まあ、見習いから入れると24年目になるんですけれども、それをずっと長くやってます。で、今、まあ、それはもう肌改善になってくるので、食栄養カウンセリングもしますし、生活習慣カウンセリングもしますし、運動指導もさせていただきますし、あとはその心のことも扱っていくっていうのを特徴かなと思いますけど、3ヶ月とか半年とか1年とかっていう期間の中でどういうふうに改善をしていくかっていうのをここではやってますね。で、あと今写真を出していただいてますけれども、ここ10年ぐらいはですね、背骨のセラピーを私がやりますので、リハビリに基づいてできた理学療法の専門学校の校長先生が、病院じゃなくてもリハビリのような施術が受けられるようにっていうので開発した技術を立ち上げ当時から、一緒にメンバーでさせていただいて12年になりますけど、背骨のセラピー、背骨の可動域を広げること、あとは全身の機能の回復をしていって、痩せやすい体とか水はけのいい体とか、まあ、もちろん肌も新しく生まれ変わりやすい体を作るっていう土台作りをするのが一つキネスティックセラピーっていうのをやってます。これは男女問わず、もう肌改善、体質改善もですけど、セブンヌセラピーはご年齢層も幅広くって、いろんな理由でいらっしゃいます。まあ、もう一つは、パラボラ送信っていう、今最先端の送信機を使った、表面から脂肪を削り取っていくっていうような、そういう技術の美容機での送信のメニューになります。なので、ベルフルールっていうサロンなんですけれども、こちらでは、体質改善、肌質改善、改善ですね、と、送信と、あとは基本的な体の機能を取り戻していく、背骨のセラピー。姿勢改善とか頭痛、肩こり、腰痛とか、そういうことをしております。すごい。そうなんですね。面白いですね。はい。やっぱり、まあ、みんな、なんですかね、こう、体の不調っていうところは、いろんな、まあ、病院にかかることも当然あると思いますけども、その日頃から、姿勢をちょっと正しくするだけでも、こう、なんていうの、
体がきれいになるとか、もちろんこう、はい、骨が整うことで呼吸が良くなって、はい、その顔色が良くなるとか、あの、はい、ね、内臓もあの元気になるとかいうのもあると思うんですよね、はい、なんか日本人って結構こう肩が中に入ってるとか言いますよね。そうです ね、 ね、なんか言いますよね、はいはい、なんか実はその、まあ、ちょっとマニアックな話にはなりますけれども、あの肩こりとか頭痛とか首こりって皆さんやっぱ肩とか首周りのマッサージに行かれると思うんですけど、実はその重力に対して脳みそと目がまっすぐ正面に向くために体をコントロールしてるんですね、無意識に。へえ、そうなんです。なので例えば欧米人の尾骨って骨盤の角度、骨盤の後ろ側、背骨の最後のところの尾骨の角度と日本人の尾骨の角度違うんですね。そうなんだ。そうなんです。で、日本人は特にあの着物文化が長かったので、よく言われてるのは股関節が内にこういう風に、で、あまり歩幅が大きくない。で、あのもっと原始の時代になると狩猟民族、まあその原始人の頃ですね、の方たちは足の回転が高くなるような骨盤の作りになっているので、日本人、農耕民族とは作りが違ったりするんですよ。で、日本人の場合肩が前に入るっていうのは股関節の動きが小さくて、骨盤の可動、骨盤ってですね、本当は前傾後傾の運動をしますよね、はい、この角度があまりうまくいかないので腰で反ってコントロールをした結果、お首がストレートになってしまったりとか、肩が巻き肩になってしまったりとかっていう、なので実は足から全部、地面についてる足の裏から全部があの頭痛とか肩こりの原因っていうのが、このリハビリの世界になってきますね。解剖とかそういうことになってきますけど、なんか、はい、私が例え話で聞いたことがあるのが、はい、あのだるま落とし、結局そのきちんと下から整ってか、あの重ねていけば倒れないけど、例えばどこかをかばうとかするとやっぱ歪む体が。そうです、そうです、ね、はい、でも頭で分かっててもなかなかその、うん、私たちもこう日頃の癖とかあるし、はい、その左右の筋量があの、ね、バランスがあの全く同じなわけではないので、うんうんうん、まあ、そういう、こう美容サロンっていう名前ですけど、あの美容だけじゃないってことですね。そうなんです、まあ、もう総合美容っていうふうに言わせていただいてるんですけど、美容って結果論なんですよね。一番表面に出ているものって日々食べてるもの、愛子さんもよくおっしゃってますけど、日々口に入れてるものとか日々の心の状態もそうですし、まあ、その日常、じゃあ睡眠の時間帯もそうですけど、あの食べる時間帯とか、あとは運動も種類によって筋肉の使い方が違ったりしますよね。なので美容っていうのは結果なんですよね、最後に現れてくるもの、うん、なのでやっぱり基本の基本はもう細胞レベルからだし、運動というその運動の意味をよく知っていただいて、スポーツと運動はまた違うんだよっていうこととかを基本にお話をさせていただいたりとか、そういうふうにしてます。なので愛子さんおっしゃるように、その土台で、土台っていうのがただ物質的に骨とかっていうことだけではなくって、心もやっぱり、あと生活スタイルも土台が必要なので、そういうことをあの一緒にお客様と追求したり探求したりして、であの卒業していただくのが目的なので、うんうんうん、もう来なくていいですよって言うとちょっと寂しがられますけどそうです。あともやっぱり自立していただけるので、ご自分でも改善方法が分かる。だけど最初やっぱ骨は自分では可動域広げること難しいですよね、うん、そうなので、あの施術で肋骨、私は肋骨が大好きなので、肋骨が大好きで、そうなんです、そうなんです。で、肋骨の周りにものすごい数の筋肉がついてるって皆さん知らないですし、じゃあ今日おっしゃっていただいてる、なぜ呼吸が浅くなるかっていうのも、理由が分かるといくらでもお家でケアができるんですよね。で、そういうことも最初はきっかけ作りとして施術をさせていただきますけど、動くようになってからは今度はどうキープしたり老化しなくなるような生活をしていただくか、ね、ご自身で管理してくださいねっていうのが、まあ、うちの特徴かなと思います。あの、まあ、その結果が美容っていうことなので、うん、まあ、体も心も
いつもだからさんもこうツヤツヤで、ね、なんかその性格も前向きだなって思うんですけど、まあそういう考え方もね、大事なのかなっていう気がしますよね。そうですね。私自身もこの24年の美容を通じてですね、その美容に出会うまでは、本当に人とのコミュニケーションを閉ざしていましたし、そうなんです。全然閉ざしたくて閉ざしてたわけじゃないんです。子供の頃から。ちょっとこう、コミュニケーションが努力をしても報われないタイプだったというか、うまく思いを伝えられなかったり、あとこう、やりたいことはあるんだけど、どうしていいかわからなくて、悶々としていたりとか、その感情をコントロールできなくて、すごく苦しんだ時代もあったんですけど、その美容っていう、その、どなたかのため、自分のためではなくて、目の前の方が綺麗になっていくことを一緒にさせていただけるっていうチャンスを、それこそ延べで言うともう1万2000を超えるカウンセリングの数だったりするんですけど、その一生懸命相手の人生に関わることをしている中で、気づいたら自分も育てていただいてたような、なんかそういうのはあります。あとお客様に勧めるのに自分がやらないっていうのは、やっぱり自分がやってみて、よしこれだったらこの方にもおすすめできるって思うものを勧めていくっていうのは、やっぱり信念でやってきましたね。まあ、そう、説得力というか、もうね、いりますよね。はい、うん、そうです。あと、こう、応用の仕方がね、やっぱり自分でやらないと、当たり前のことを当たり前に言われて、さあ、これをやったら綺麗になるからやりなさいって綺麗になれるんだ、みんな綺麗になってるじゃないですか。でもやっぱり仕事が忙しいとか、子育てがあるとか、会社の環境が変わったとか、お料理が苦手とか、これが食べるのがなんだこうあんまり好きじゃないとか、いろんなやっぱ感情があるので、アレンジがどれぐらいできるか、でもやっぱ基礎があってのアレンジなので、じゃあ私がまず基礎を勉強して、でそこからアレンジを体験して、でそのアレンジしてこれだったらっていうものを見つけ出して、で私にもできたからあなたにもできるよっていう、なんかそういう世界観で気づいたら長くやってますね。はい、なんかそのね、日本人って結構一つのことがいいって言われたらみんなそっちになびいちゃう傾向があるそうなんですけど、はい、一人一人もちろん興味も関心も生活のそのライフスタイルとか、ね、置かれてる環境だったりも全然違うし、年齢によってこう興味が持てるものと持てないものもあると思うんですよね。だから、はい、たくさん選択肢があって、なんかこうそれをこうね、ある程度自分で取っ替え引っ替え好きなのを選んだ方が多分長くも続くかなって気はしますよね。本当にそうですね。ところで、はい、中原さんのサロンは東京の、はい、新宿の方にあるってことなんですが、はい、東京の新宿のその様子って、昨日その東京アラートが出てますけど、はい、そうですね、はい、まあ、今いろいろ物議を醸し出しておりますけれども、新宿区なんですけど、新宿区にも新宿駅を挟んで東側と西側があるんですけど、よくニュースとかで見る飲食店とか、ああいうのはですね、歌舞伎町とか皆さん聞いたことあると思うんですけど、東側の方になるんですね。はい、で、こっちはお昼間はそんなに飲食店が盛んなわけではないんで、まあ、デパートがやり始めたんで、ちょっと人は多いみたいですけど、うちにいらっしゃるお客様たちは、まだ新宿は少ない方だよって言っておっしゃってたりします。まあ、昨日も今日もちょっと多いかもですけど、で西側はですね、もともとがオフィス街で、うちのサロンは都庁のすぐ裏側 で、はい、すぐ、はい、中央公園、新宿中央公園っていう緑豊かな場所なんですけど、なのでオフィスからお昼時間になるとお買い物に出られる方たちはいますけど、はい、自粛期間中も勤務された方たちは結構出られてたので、今も自粛期間中とそんなに変わらない感じです、西新宿は。で、もともと夜も10時までしかお店が行ってないので、西新宿自体はですね、はい、なので、はい、まあ、そんなに喧騒もなく穏やかに時間は流れてますかね。例えばテイクアウトがね、なんか新宿の飲食店はテイクアウトがすごくあるので、行列はお昼時になると見られますかね、数日前から。はい、
そうなんですね。まあやっぱりね、その絶対数のその人口とかも多いし、うん、そのまあやっぱりね、あの日本を代表するような街だと思うから、ね、人もやっぱりいる分、その分こう密ができやすいとか、うん、となると思うんですけど、その美容サロンの、まあ、あの実際に解禁されてですね、やっとお客様も通えるようになったと思うんですけど、サロンでこう何かこう気をつけていることとかってありますか？あ、はい、そうですね。まあ、ちょっと私はあの、まあ、不幸中の幸いというと、まあね、大変な方もいらっしゃるんで、あれなんですけれども、ちょうどその、まあ、冒頭に紹介していただいた女性就業支援とかを始めるにあたり、あのサロンもともと4つベッドを置いてやってたんですが、はい、あの社員さんとかスタッフさんとかにはですね、まあ、私が修業させていただいた会社に、あの移行していただいて、完全にプライベートサロンとしてこの3年間はさせていただいてたんですね。なのであの引き続き完全ご予約制なんですけども、それが今までだと、まあ、背骨のセラピーだけだと1時間の枠でお取りして1日12人ぐらいマックスで入れたんですけど、今はそうなんです、45分の施術でも90分のご予約枠にさせていただいて、前後で換気と、あとはハイター液でですね、全部お掃除をさせていただいたりとか、はいはい、で当然もともとスリッパだったりお客様が触られるものは全て消毒をエタノールでしておりましたので、まあ、それはまあ引き続きっていう感じですね。で、あとはまあお客様もあの協力的なので、あの皆さんちゃんと先にあのご理解いただいてて、あの上着は玄関で脱ぐんだったよねとか言ってくださって、上着は玄関のハンガーにかけて、あのご自分たちから先に手を洗いに、先に手を洗ってきますなんて言って、まあ、一応ご案内してあの手を洗うようにはしてるんですけど、皆さん自主的にあのマスクしたまま施術も受けてくださったりとか、お気遣いくださってますね。まあね、そのこれから新しいその生活様式っていうのを私たちもこう実践していかないといけないので、ね、なんかその、まあ、気をつけながら、まあでも健康のことをこうやっぱり、ね、ケアをしたい方にとってはその一つの憩いの場所でもあると思うので、はい、ね、なんかまあちょっと両立しながら、はい、またね、そのますますそういう人の健康とか、まあ、美容を通じて笑顔にするという活動をですね、広げていただきたいと思うんですけども、あの、はい、まあ、この本業は美容サロンの経営をなされていますが、はい、まあ、あの実はいろんな他の活動を、まあ、されていて、2つ目にちょっとご紹介したいなと思うのが、はい、のテレジアという、まあ、女性 の、 あの、まあ、支援の団体ですね。それについて、はい、活動内容とか、あと、まあ、その始めようと思ったきっかけを教えていただけますか？はい、まあ、そうですね、きっかけはやはり美容を通じて、お客様たちはやっぱり長い方、20年のお客様がなかなかいらっしゃるんですけど、まあ、学生の頃からいらしていただいて、で、あの社会人になって、で転職があって、結婚をして出産をしてって言って、こうステージが変わっていかれるとお悩みも変わっていきますよね。で、やっぱりその皆さんやっぱ女性で多いのは、お子さんを持たれたタイミングとかで、私このままでいいのかなっていうご相談が多かったんですよ。で、じゃあ逆に何やってみたいのって、まあ、あのいつもその美容の目標もそうなんですけど、どうして綺麗になって、綺麗になったらどうなりたいのとか、どんな人生にしたいっていうのは、もうずっと私それは聞き続けてきたことで、やっぱりどんな人生にしたいかの中に綺麗でいたいとか、もっとこんな風に、例えばもう単純な話だと、痩せてミニスカート履いてニーハイブーツを履きたいとか、それってでもやっぱり自己表現なんですよね。じゃあそれが、じゃあそういう風になれたらどんな風に良くなると思うって言ったら、実はこういう活動がしたいみたいなことがその向こう側にあったりするんですよね。だからすごくニキビの方が、じゃあニキビ綺麗になったらどうしたいって言ったら、本当は人前に出る仕事がしたいけど、こんなニキビだから出れないって言ってる方もいたりとか、じゃあやっぱり綺麗になった後どうなりたいかっていうことまで一緒にやっていけたらいいなっていうのもあったんです。で、そんな中で手に職を持ってる方が結構いて、OL なんだけどフラワーアレンジができるとか、主婦なんだけどなんかリボンアートができるとか、そういうのってお免状持ってるけどお教室やらないのって聞いたら、お教室やり方がわからない、人が集められない、場所がない、
え、じゃあサロン使ったらいいよ、お客様に宣伝してあげるよ、じゃあチラシも作ってあげるよ、じゃあフェイスブックやってるからフェイスブックでお知らせもしてあげるねって言って、そういうふうにコーディネートをするようになったのが10年ぐらい前なんですよね。うーん、で、まあそれをだんだんあの5人10人じゃ聞かなくなったんで、場所を借りてやるようになったりとか、へー、で、はい、あの集まる方たちなんですね。で、うちで1円ももらわずにって言うと、まあ、やる制限より聞こえるかもですけど、とにかくそのビジネスをしたかったわけではなかったので、はい、その方が美容代が稼げたらいいんじゃないかぐらいなつもりでお手伝いしてたんで、じゃあ材料費と交通費とちょっとお小遣いが出るぐらいだったらいくらがいいって言ったら、じゃあ3000円ぐらいかなとかって言っていただくじゃないですか。じゃあ3000円だったら3000円でお知らせしようねみたいな、そういうところから始まったんですね。なので女性就業支援をやろうと思ったっていうよりは、まあ、やっている中でちょっと活動の幅を広げて、またその助産師さんとかにお教室というよりは講演会をやっていただくのも、そうなんです、その助産師さんも講演をやりたかったけど今まで機会がなくてとか、人前で話すのには勇気がいるしとか、集客がとか言ってる方たちに、じゃあこんな風な流れでこういうテーマでこういう講座やったらどうですかとか言って、あの新宿文化センターとかをお借りしたりして、あのそこで20人とか集まっていただいて、そこであのお勉強会をしたりとか、あのいろんなことで、やっぱりその私はあのパソコン使うの苦手なんですけど、長く付き合っていただいたお客様たちが、みちこさんこれ手伝うよって言って、いろんなあのそれこそパワーポイントで資料作ってくださったりとか、こう今オウンドとかもそうですけど、あのいやお金かけなくてもホームページ作れるからやってあげるよって言ってやってくださったりとか、なんかそういう風にして皆さんに作っていただいてるんですね。で、それがまあテレジアっていうのが、あのある男性のお客様が、もう、みちこさんは、あのマリア・テレジアだねって言っていただいて。マリア・テレジアって何ですか？あの、私知ってますけど、それってあの、マリア・アントワネットのお母さんですよね、なんて話してたら、あの、実は女性なんだけれども、男性も女性もその人に導かれて、あの、まあ、そういう一つの国を作ったっていう話をしていただいたんですけど、あの、母であり、女性であり、で、そして、あの、人々を導くリーダーだったんだよっていうので、テレジアっていう名前にしたらどうって言っていただいて、あ、じゃあ、まあ、そうしますっていうので、テレジア。なので、テレジアは女性に特化して、あの、お悩みを相談を受けたりとか、で、あの、一応国家資格のキャリアコンサルタントっていう仕事で持ってますので、一応、有料のカウンセリングもあるんですけれども、やっぱりその、お金を作っていくまでの、ことが大変なので、その自分の好きなことができるお小遣いを作れるまでを教えてくれる人がもっといたらいいなと思って、私にもそういう方が昔相談に乗ってくださる方がいたから、あ、じゃあ次は私が恩返しかなと思って、テレジアではもうほぼあのボランティアに近い活動が、あの、まあ、ボランティアばかりですけれども、でも私が楽しいからいいんだと思ってあのやってます。で、それが東京と福岡はテレジアとして女性で何か活躍されている方たちとコラボをして、いろんな企画をあの0から1に作っていくっていうのをやってますね。まあ、女性のそういうあの夢を応援したり、そのマッチングですよね、はい、その専門の知識がある方のその情報を、その情報を求めている方へ届けるっていう、まあ、そういう橋渡しも含めて、はい、まあ、自分を好きになる体験だったり、ここ の、 あのホームページにもありますけども、うん、まあ、あの人と生きる喜びっていうのを、まあ、実感してほしいというところで、やっぱ人との出会いでですね、やっぱりその、はい、あの人生って豊かになるっていうのは本当に私もあの感じているところなので、まあ、そういう、ね、活動を通じて、ね、はい、の一緒にも私もあのさせていただいているというような、はい、ところなので、まあ、これからもいろんな企画をしてですね、はい、あの女性がいろいろこうやってみたいなって思うそのチャンスをにこう花を開けるようなお手伝いできればとは思っています、はいはい、あともう一つその夢実現プロジェクトっていうのも、はい、あの行われているっていうことなんですが、その、はい、内容を教えてもらってもいいですか？はい、ありがとうございます。実はですね、夢実現プロジェクトっていうものそのものが一番やりたかったことだったんですよね。で、
その要はテレジアとかいろんな、まあ、あのカテゴリーいろいろありますけれども、やっぱりその男性も女性も関わらず、で、大人が夢を実現できる場所を作りたかったんですよね。で、それは、その、例えばテレジアとかだと、まあ、就業支援で支援が必要な方っていうふうにやっぱり響きとしては聞こえると思うんですけど、はい、夢実現プロジェクトは今自分がどんなところにいても、なので、あの、いろんな、まあ、大きな会社を持たれてる社長さんだったとしても、ご活躍されてる、まあ、愛子さんみたいな女性だったりしても、やっぱり次のステージへとか、もっとこんな風に行って、人生のこう夢とか目的とか希望ってあるじゃないですか。そういうことを、あの、語り合える場所。うんうん、そういう人たちと。思いを持った人たちが、で、私こんなこと思ってるけど、言っても恥ずかしいなとか思ってても、分かち合える場所を作りたくてですね。で、この今出していただいてます、茶飲みサロンっていうのが、あの、無料なんですよ。あの、無料のコミュニティですね。はい。で、お茶飲みながら、あの、夢語れたらいいかなっていうので、あの、Facebook グループで茶飲みサロンっていうのをさせていただいてます。はい。で、ここでは、あの、Zoom で、あの、札幌、東京、名古屋、福岡から参加者さんたちが、入っていただいて、あの、茶飲みイベントをですね、まあ、今度は6日の日に夢語るお茶会っていうのがあったりとかですね、あとはあの朝早い時間にですね、あの、ある通信会社の割とあの、重役のお仕事をされている方が実はあの、日曜日だけお坊さんをしているっていう、テラリーマンっていう方がいるんですけど。テラリーマンそうなんです、お坊さんでですね。で、その方が朝のお話っていうのを日曜日の朝8時からズームで、これも全国って入って、この前も30人ぐらいですね、朝から、あの、このコロナにあたってどんな心の持ちようでいると癒しがもたらされるかみたいなお話を、はい、あの、仏教を通じてその方お話をしてくれたりとか。なので、こう、皆さんの得意なことをここで練習の場にしていただいてもいいですし、逆にそれをお子様みたいに、あの、みんなのために何か僕もできることって言って、あの、ご奉仕をしてくださる方もいれば、これで、まあ、いろんな活動をですね、持ち込みでやっていただけたらいいなっていう場所になります。なので、参加される方たちは、もう大いに PR をしていただいてですね。で、こんな人探してるんだけど、紹介してくれるとか、そういうことももちろんですけど、まあ、ここ部活動みたいな感じでやっていただけるといいなと思って、やってます。はい。なんかあの、ね、か、あの、ちょっと癒されるようなグループなような気もするので、はい、の、あの、グループで、無料で、検索もできますし、はい、その申請もできるので、はい、で、仲間がまた増えたらいいなと思っています。はい。あとですね、まあ、中原さん自身の、その、忙しい毎日だと思うんですけど、まあ、で、コロナの時は、その逆に、その、いろんなね、こう、水面下のいろんなお仕事だったり、準備で、ね、忙しかったと思いますし、まあ、その、みんなが感じるコロナの環境のストレスっていうのもあったと思うんですが、その体自体がそのストレス解消法とか、はい、なんかこう美容とか健康で気をつけてるようなこととか、ちょっとあの参考にしたいので教えてください。はい、ありがとうございます。そうですね、まあ、なかなか私もマニアックに生きているので、参考になるかどうかはあれなんですけれども、あの朝必ず、あの、西新宿に熊野神社っていう神社があるんですけれども、はい、あの、自分をセンタリングするためにですね、自分が今日一日をどう過ごすかっていうことをですね、自分でこう、まあ、グラウンディングって言ったりしますけど、自分が自分に道しるべしていくために、そこに行くまで歩くんですね。はい、どのくらいですか ?20 分とか歩きます、朝。おはい。で、20分歩いて、で、そこで清らかなこう澄んだ空気の中でですね、自分と向き合う時間を作って、で、それから、まあ、よく言うマインドフルネスですよね。はい。はい。で、それからサロンに来て、そして必ずお客様が来なくても、すべて床掃除から全部やってっていうのが私の朝の心の整え方ですね。はい。で、そうやって一日を気持ちよく過ごすんですけど、家ではまずフルーツを食べますし、朝。で、私すごいもともとアトピーで、で、体力もそうなんです。すごく低血圧、低血糖でですね。とっても、あの、なので、私の体に付き合ってもらわないと、やりたいことが実現できないので、あの、とってもとっても大事にしてますね。大事にしきれてるかな。でも朝、あの、グリーンスムージーを飲むか、もしくはキウイと、あの、今、ネーブルオレンジが、
たくさん出てるネーブル好きなので、それ好きな果物を切って食べたり、あと大根おろしとかですね、そういうやっぱ酵素を朝取るようにしてますね。で、お肌も、ずっと自分も化粧品の開発の時にも関わってきたりしてたんですけど、やっぱその、この前、愛子さんのところで受けたセラミドが重要だよっていう、そういうお勉強感もあるんですよ。はい、そういう、はい。で、当然やっぱりセラミドを とてもこう、ふんだんに含んでるようなものを取り入れたりもしますし、お化粧品はやっぱり、探していいものを使いますかね。手間かけます。あと夜、お風呂で、アロマをやっぱ調合しますね、自分で。今日の体調とか気分で。はい。で、30分はゆっくり湯船で、で、まあ本を読むときもありますし、静かにすることもあるんですけど、冷えをとってから、で、マッサージとストレッチを、まあ、20分ぐらいですかね、して、で、ちょうど汗が引くぐらいに。はい。で、そうやって、まあ睡眠時間はそんな長くはないんですけど、まあでもコロナの間、自粛の間はおかげさまでですね、普段よりは長く寝れるので、健やかに過ごしてましたね。そんな感じですけどね。あと階段登ってますね。運動が減ったので、1階から6階まで、はい。サロンの1階から6階まで必ずお買い物に出かけたりとか、何か文具を買いに行ったりしても必ずサロンは、はい、6階まで階段登ってます。すごい、なんかそのちっちゃな積み重ねっていうのが、なんか自分との戦いになるじゃないですか。そうですよね、本当にそう。サボったらいくらでもサボれちゃいますからね。ね、だからやっぱりその、まあ、自分自身のこう体があまり強くないっていうことを、まあ、自覚した上で、はい、自分の体をケアをしながら、やっぱやって、ね、いるっていうのも、はい、自分とのこう会話を、ね、対話をしながらやってるっていうのもあるのかなっていう気はしますね。はい、でも、ストレスが溜まった時とか、ストレス発散法とかってあるんですか？いや、それが困るんですよね。はい、一番のストレス発散法は、この人に会いたいっていう人とお食事を楽しむっていう、それが私の一番のストレスの発散法だったんですけれども、まあ、今それが、ままならず。あ、でも、ズームの便利なところは、移動時間なく、お話ししたい人とお話ができるので、まあ、そういう意味では変わらず、楽しいなって思う方と、愛子さんもそうですけど、もう、時間があっという間だったねっていうような方たちとお話をするっていうのが一つですね。で、もう一個は、まあ、最近はやっと少し時間があるので、見たかった映画を時々夜の時間で、みたいな。もともと映画は好きでしたけど、なかなか行く時間もなかったので、でも今は少し見れなかったものを見たりとかはしてますかね。うん。まあなんかね、こう限られた時間を自分にもね、はい、当てるし、そう勉強にも当てるし、そういうね、これまでちょっとできなかった、ね、映画を見るとかまとまった時間っていうのは、その、はい、コロナのある、コロナのね、うん、まあ、きっかけで、コロナのおかげでっていうのは変なんですけど、まあ、いろいろこうね、マイナスなことばっかりじゃなかったなっていうのも、まあ、まだね、うん、まだこれから第2波とか、はい、ね、出てくるので、まだ第2波になる前に、ちょっとまたね、はい、次の準備を動く準備もしないとなと思うんですけど、なんか中原さん自身のお話、いろいろ伺ってきましたが、はい、なんか夢とかっていうのは、あるんですか？夢ですね。なんか、まあ、夢、まあ、またぶっ飛んじゃうかもですけど、夢っていうと、実はですね、80歳のおばあちゃんになっても、はい、ピンピンのピンヒールを履いて、イタリアあたりでのんびりくつろいで、モナコグランプリとかモナコに行って見れたらいいなみたいな、はい、そういうなんかちょっとふざけた、要はもう80歳になっても好きなことをして、ちゃんと経済的にも精神的にも自立をしていたいし、そこにやっぱり一緒に生きてきてよかったねって言える仲間たちがいて、っていう、まあ一番幸せかなみたいな、そういうふうに思ってます。で、そこにたどり着くまでの目標の一つとしては、まあ長期的ですけど、まあ20年かかったとしても、子供たちが、その小さな頃から自分のやりたいことに何度でもチャレンジができることを、やっぱりその体験教室もそうなんですけど、心の、まあ、豊かさ、
を教育ではなく育成ができるような環境を作りたいっていうふうにずっと思っていて、まあ、そのためにこれからまた心理とか精神医学 の、 発達心理とかそういうことの勉強も深めていこうと思っています。でもう一つは、まあ、このコロナの機会にやっぱり人の体に触ることで仕事を得ていた方たちが仕事を失っていたりとかですね、やっぱりその人の体に触れる仕事をしてた人たちって根本は心を癒したい人たちだと思うんですね、はいはい、なのでその手に食さえつければ生きていける神話が崩れていきますけれども、うん、その人の心に関わる仕事を今まで誇りを持ってしてきた人たちがもっとご自身のさらに高みを目指して、人に関わる仕事の人たちがより高みを目指せるようなスクールを今作ろうと、この5月から、はい、一緒にそのプロフェッショナルのためのスクーリングっていうのを作りたいって言ってくださる方たちと今制作を始めています。なので、看護師さんしかり、鍼灸師さんしかり、エステシャンもそうですけど、あとはその、まあ、カウンセラーだったりとか、そういう方たちが、もっと、自分の専門以外のこともお勉強できたりとか、はい。で、あとはその、マインドセットですよね。自分自身の心の扱い方、あとはその、ご自身の魅力を最大限に引き出していくような、半年間の、トレーニングだったり、お勉強だったり、仲間作りだったり、アウトプットの仕方だったりっていうのが、半年間でむぎゅっと全国からオンラインで参加できるようなスクールを今作ろうとしてます。今の目標はそれですね。はい。まあそういう、共にこう学び合って高め合える、まあ、仲間を通じて、まあいろんな、はい、情報を発信したりですね、できると、そのよりこの仲間の意識とか、こう、深さっていうのもしっかりね、こう絆っていうのもできてくると思います。で、その中原さん自身がやはりこう小さい時からこうアトピーの、はい、お肌で悩んだとかいう、はい、こうね、あとこう自分の思うところをなかなか表現できないっていう、こうジレンマとか、はい、いろんなこうね、苦労見えないところで自分のコンプレックスとか苦労っていうものを、まあ感じた上で今こうそれを克服している存在でもあるので、まあ、今同じような悩みがある方も、うん、まあそのね、経験した人に話聞くのが一番いいと思うんでですね、まあ、これからも多くの人を励ます存在でいてほしいなとは思いますね。はい、なんかいろんなお話聞けてありがとうございました。普段いろいろ話すときにこういろんなきっかけとか思いとかまで話すことってなかなかかしこまってないので、はい、ね、なんかいろんな、うん、中原さんのさらなるこう一面が今日聞けてすごい楽しかったです。はい、ありがとうございます。はい、またそのグループのですね、活動も含めて、はい、お知らせとかも今後チャーズスタイル TV でもやっていただこうと思いますので、また今後ともよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。あとで概要のところに中原さんの連絡先とかも入れておこうと思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それではチャーズスタイル TV からのちょっとお知らせをさせていただきたいと思います。はい、まあ、今回ですね、もう95回目になるんですけども、カフェで学ぼうがんのことって医療セミナーを福岡の方で行っています。毎月テーマ、いろんなテーマ で6月はまあ、これから、まあ、一年中紫外線っていうのはもちろんあるので紫外線対策は必要なんですが、まあ、5月6月とどんどんこう強くなってくる時期に入ってきますので、今回6月のテーマが危険な紫外線から肌を守ろうということで、皮膚科の専門医 の伊藤沙織先生に講師をしていただくことになりました。で、まあ、今ですね、マスクをしないといけない生活様式になってしまったので、マスクの中 のお口の周りが乾燥しやすいとか、ほうれい線が濃くなるとか、いろんなそうトラブルも実は隠れているんですね。なのでマスクの下のケアについてもお話をしていただく予定にしています。でこちらは実際のスモールセミナーは福岡の方で行うんですけども、オンラインでも
受けることができますので、オンラインはこのようにズームを使っての質問とかもできるようにしたいと思うので、ご興味のある方はぜひあのウィックリングジャパンのホームページからですね、あの申し込みいただければと思います。以上お知らせでございました。またあの水曜日のお昼はですね、女性の起業家の方に登場していただいて、活動の内容とか思いとかもの紹介するあの時間にしていきたいと思いますので、またあの来週もお楽しみにあのお待ちいただければと思います。そして今日の中原さん の, あのインタビューはあの録画の方、 Facebook の方でも見れますし、あとあの YouTube の方でも録画の方を残していきたいと思いますので、はい、あの第1回目の出演という形で今日はですね、はい、ありがとうございました。またあの番組 の, あの出演したい方とかリクエストとかあればあのご連絡いただければと思います。はい、じゃあお昼の貴重な時間をどうもあのいただいてありがとうございました。みんなあの Facebook でも見ていただいてありがとうございました。またじゃ あ, あのご出演いただくの楽しみにしています。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ午後も、今日一日楽しい一日をお過ごしください。ハブはナイスデイありがとうございました。ありがとうございます。